どうも、たまき ASMR のたまきです。ということで、今日はですね、12月6日日曜日なんですけど、セイバーね、今日リアタイできなくって、夕方に見てね、もう見た後すぐ撮ってるんですけど、いや、ていうか今日はなんかもういろいろあって、このドラゴニックナイトね、今日紹介するのはこのドラゴニックナイトのワンダーライトブックなんですけど、その前にちょっといろいろありすぎて、ケントよ、ケント。え、何ケントさ、先週の対象というか、死んだかと思いきや生きてて、ギリギリね、ギリギリ来てて、で、ケントギリギリ生きてたんですけど、仲間のため、トーマのためにね、現場、戦いの現場に駆けつけて、でカリバーとまた交戦してボロボロになってね、でなんか暗黒圏、暗闇の闇の力みたいのがあって、でなんかそれに飲み込まれると体がっていうか存在が消失してしまうみたいな、そんなのあったって感じなんですけど、その力で、まあカリバーをね、今日このドラゴニックナイトの力で倒したんですけど、倒した後にね、もう失うものがでかすぎたケントが消失してしまうっていう。で、でもなんかね、その終わった後にケントの目がこう赤くね光って、で暗黒圏、暗闇がね、こう地面に突き刺さってるところにケントがこうバーッと映し出されて、え、これさ、ちょっといきなりの考察なんですけど、ケントがこれからカリバーとして出てくるというか、暗黒圏、暗闇っていうのはなんかそうやってこう闇の力で、ジョジョのさ、三部のアヌビスの剣みたいな感じで、なんだろう、闇の力でこう人の体をどんどん乗り移っていって、で、まあその一番最初は知らんけど、ケントのパパから上条さんに行って、上条さんから今度はケントにどんどんまた移ってるっていうような、そういう設定も考えられるのかなと思って、でもまあ今回で、まあ本当の意味でね、ケントが一時退場、まあケント自体は死んではいないという、消滅した、消失したっていうことで死んではいないので、また復活してくれることを願ってんですけど、今度出てくる時はもしかしたら敵なのかなとも思いますね。いや、今日ドラゴニックナイトが出てくるっていうね、すごい熱い展開だったと思うんですけど、ケントの死が悲しすぎて、さ、ちょっと最初に喋りすぎちゃうんだけど、ケントがね、こう消える直前にみんなでこう約束をね、今からその音声聞こうと思うんですけど、その時にレンがね、すごいこううわーって感じで泣いてて、まあ子供っぽくってっていうか、まあレンっぽくてね、よかったなと思うんですけど、本当にこうケントのなんか師弟というか、ケントのことをすごい兄貴というか、兄貴じゃないけど師匠のようにね慕ってて、すごい尊敬してたケントを失うっていうことで、なんかもうその子供のようにね泣いちゃってるっていうところがすごいよくて、で、なんか今日の仮面ライダーウェブのアート書きみたいなの見た時に、そのケンさん、レン役の富樫さんがすごいその役作りをしてたっていうのがあって、そういうのもなんか相まってて、すごいいいシーンだったなって思いますね。今までレンちょっとなんかふざけたやつだなと思ってたけど、今日はすごい良かったなと思います。で、そのケントが死ぬというか消える直前にみんなとねした約束があって、その約束をのね音声が今回ね、このサウンドアップエディションで今週のねダウンロードで入ってるので、ちょっとそれを聞いていきたいと思います。ちょっとドラゴニックナイトのね動画なんだけど、一旦置いといてて、ここをブランクにした状態で一個ずつ聞いていきますか。奴らが何をしようが俺に迷いはない。これが最初というか先週の段階で入ってたやつなので、ちょっと飛ばしていきます。ホーマには絶対手出しはさせない。ここまでが先週のセリフで、こっからが今日の放送で入ってるセリフ、いきます。ホーマならできる、俺はお前を信じてる。わあ、いいね。これもこれがだからドラゴニックナイトにね変身する時のトーマを信じてるっていう、ケント死にかけのケントのセリフですけど、いやー、やばいな。で、次が約束のセリフですね。いきます。今までありがとう、こんな俺のために頼む、この世界を、俺たちが生きてきた世界を守ってくれ。ケントうわ、辛いな。これを最後のねセリフというか約束として、みんなとね約束するよって言って、みんなとね約束として消えていったケントですよ。うわ、悲しいな。で、なんか来週はこのランプとアランチーナとかを持ってね、持ってっていうか、ケントの思いを背負ってライダーたちがね最後の戦いに挑むっていうことで、
これが先週のセリフで、次が今週のね、セリフです。俺はケントも、この町も救いたいんだ。もうって言った時に、このドラゴニックナイトがね、場所を飛んでくるわけですね。 OK、 じゃあちょっとここまでね、サウンドアップエディションっていうか、サウンドアップエディション、やっぱさ、毎週こんな感じでセリフが楽しめるっていうのすごいいいなと思います。はい、じゃあようやくね、メインのドラゴニックナイトやっていきましょうか。ってことで、今日のじゃないか、昨日の放送でね、初めて登場したセイバーの強化フォームで、ドラゴニックナイトですけど、これね、上にあるこのシルバーのね、なんかこう見たらすごいジャオドラゴンにも似てるような気がするんですけど、シルバーのね、聖騎士っていう感じ、本当になんかセイバーが聖騎士になったっていう感じで、見た目ものすごくかっこよかったんですけど、すごいな、ここ見やすいね、こんな感じで登場しましたけど、いやーかっこよかったね。まあでもなんかいきなりさ、あの本が飛んできたから、ちょっとそこの変身までの過程が、まあいきなりっていうことでもないのかな、テンション感がちょっとついていけなかった感じありましたけど、まあ、今回ね、初の強化フォームってことで、かなり分厚いブックでしたよね。なんかすごいド迫力とか、なんかド派手にみたいな、ドドドドってめっちゃ言ってた感じがあったんですけど、裏面に書いてあるかな、今回のセリフ、これでドデカイ竜をド派手に乗りこなすド級の騎士のドラマチックバトル、ドドドドって感じ、ドめっちゃね言う、あ、これだ、これ変身した時にドメタリックアーマードハデニックブースター、ド迫力くらいだ、ドラゴニックライト、ドめっちゃ言うっていう、まあそういう韻を踏んだような変身ですね。すなわちド強い、ドめっちゃ押してくる、で必殺技もできて、あー、これね、ドラゴンを召喚3回こうピュンピュンピュンってやったら、このブレイブドラゴンが出てきて、まあそれに登場してカリバーを倒すっていうような展開ですね。裏上はこんな感じ。よし、じゃあ開けますか。こないだ開けたね、あのカリバーのジャオドラゴンも結構分厚くって、かなりね、おもちゃとしては面白くて満足ね、ここも止まってる、おもちゃとして満足したので、今回もね、この分厚さはかなり遊べるんじゃないかな。開けます、せーので、よいしょ。うわー、でかいね、やっぱでけえ、いやでかい、あのジャオドラゴンを見てるから割とまあ普通の大きさかなと思ったけど、普通にこのワンダーライトブックと比べたらめちゃくちゃでかいっす。あ、待って、え、めっちゃ分厚い、あ、分厚いわ、あー、めちゃくちゃ分厚いっすね、この分厚さはジャオドラゴンくらいあるから。あとね、重たい、めちゃくちゃ重たいっす。はい、中身取り出すと、出ましたよ、ドラゴニックナイト、はかっこいい、いいね、このシルバーな感じの見た目、おー、てかなんかキューブみたいな感じ、ルービックキューブですかっていう感じ、本当に立方体に見える。おー、でこの辺クリアになっててスライドするところね、パカッと、あー、すごいいいじゃん、開けるとこんな感じでクリアなページに、このドラゴニックナイトと、あと燃え盛る炎とかがね見えてて、これ3枚重なってるからすごい奥行きがある感じに見えて、すごいかっこいいですね。あー、ここにもなんかいろいろ書いてますね、後で読んどこう。で、序文はいつも通りで、この序文のページの、これなんつったら、表紙裏のページがなんか赤い部分があって、これなんかドラゴンの尻尾になってんのかな、ドラゴンの尻尾っぽい感じになってますね。おー、じゃあ音声聞いていきます。まずならないかな、ならないかも、あ、ならないね。で、ここがスライド式のボタンなの、これ、あ、スライドする感じだ。じゃあここをスライドさせて聞いていきます。早速いきます。ドラゴニックナイト、あ、すごいなんか荘厳な感じの音声流れましたね。もう一回聞いていい？ちょ、押しづらいボタンじゃないんだ、なんでだろう。ドラゴニックナイト、あー、なるほどね、ほんとなんか聖騎士っていう感じの音声ですね。で、おいで、ページを開くと、これも、あ、なんかページのヒッチの部分はこれジャオドラゴンと感覚は違いますね。おー、なるほど、これはなんかパカッと開く感じになってます。で、押し込みで3種類のストーリーがなるっていうことなんで、いきます。ドデカイ竜をド派手に乗りこなすド級の騎士のドラマチックバトル、やっぱめっちゃド
待ちど強い、まあめちゃくちゃねどう押していく感じですけど、セリフの言い回しとかなんかすごい変わってますよね、表現が面白いな。じゃあ一通り音声聞いたのでもう早速変身していきますか。これに真珠ね、真珠の部分にセットして、よいしょ。正騎士なんか僕のボキャブラリーがあんまないんだけど、正騎士のさなんかこうなんていうの
段階では当番の声一切流れなかったですよね。で、今伝説の真珠って言ったか。これはあれじゃん、ジャオドラゴンと同じですね、音声は。あ、じゃあエスパーだとかに変えてもなんか伝説の真珠で共通音声になりそうな気はしますね。とりあえずイカ土に変えて、イカ土でドラゴニックナイトに変身してみます。最終回間近まで